はい、こんばんは、島津です。本日もね、バイオハザード RE3 やっていきます。で、今回はですね、とある情報が入ってきたので、そちらのね、まあ、お知らせ話させていただこうかなと思っております。まずはですね、自分の動画で、海外版と国内版を比較してみたって動画あると思うんですけど、かなりの人にね、見てもらって反響が大きいみたいです。まず見てくれてありがとうございます。本当ありがとうございます。はい、作った甲斐がありました。それで今日話していきたいのはですね、今ね、動画の話させてもらった、海外版についてなんですね。先ほどですね、話した動画ね、見てくれた人はわかると思うんですけど、海外版と国内版のグロテスク表現っていうのがなかなかね、差がある状態になっていまして、海外だとね、腕とか足がちょん切れる、銃で撃ったりするとちょん切れたりするんですけど、国内版ではそれが一切ないと。あと、海外版でヘッドショットがね、クリティカルが決まったら頭がパーンってなんだけど、国内版ではね、パンとならない。そんな感じでね、グロテスク表現にね、差があるんですね。ただ、比較対象と出した国内版っていうのは、17歳以上の方がね、プレイできるって言った、まあ、なんて言えばいいかな。ちょっと今ね、正式名称が出てこないんであれなんですけど、ノーマル版なんですね。で、国内版はね、この上の Z 版っていうのがね、販売されるんで、そちら18歳以上の方しかね、プレイできないんですけど、まあ、ノーマル版に比べてね、もう少し海外寄りにね、作られてるはずなんですね。なんですけど、海外、100% 海外の仕様を持ってくるかっていうとそうではないと思うんで、やっぱり海外版に比べて Z 版もね、マイルドな、表現になると、まあ、予想してるんですけど。で、うちの動画見た人とかはね、もう海外版、100% のグロテスク表現がされてる海外版の方を買いたいっていう声がね、結構多いんですよ。で、海外版のね、買い方なんですけど、2通りぐらいあって、1つはですね、Amazon とかああいった通販サイトで海外で販売されるパッケージ版ですかね、それを購入する。それか、デジタル版、ダウンロード版をね、海外のサイトとかにアクセスしてね、そちらで購入して、それを、ダウンロードする。この2種類あるんですね。海外版を遊ぶ方法っていうのは従来。なんですが、ですね、先ほど、正式な情報が入ってきまして、なんとですね、ダウンロードで購入できる海外版っていうのがですね、リージョンロックがかかってしまいました。リージョンロックっていうのはですね、なんかっていうと、その発売された地域でしか遊ぶことができないっていう、ロック方式なんですね。だから例えば国内で発売されたゲームがあるとして、ね、それは日本では遊べるんですけど、もしそれにリージョンロックがね、かかってたらね、海外の人がその日本仕様のものをダウンロードしても遊べないんですよ。そういった感じで地域ロックがね、かかってしまいました。実はね、リージョンロック自体はですね、1週間前からされてたんですよ。突然何の告知もなく急にされて、ダウンロード販売会社もね、理解してなかったんですよ。え、なんでリージョンロック来てんのって。で、そういったのがあって、まあ、いろいろね、消費者、購入側からね、問い合わせが来たんだけど、いや、私たちもちょっと把握してないんですと。だからちょっとここは、本社、まあ、多分カプコンとかだと思うんですけど、そこにしっかり問い合わせて、間違いかどうかっていうのを確認するので、しばらく待っててくださいっていうのが、もうその1週間以上続いてたんですね。で、本日、そうだね、3月の26日、ちょっと見たんですけど、どうやら正式にリージョンロックがされるといった、ことをね、向こうから通達が来たみたいで、その販売元で、しっかりと発表されました。なので、ダウンロードで海外版を買えなくなったんですね。結構この日本の仕様が嫌だっていうので、海外のダウンロード版買うとか買ってるとか、ね、そういった人たちが多かったんだけど、もうそれができなくなったんですよ、今作から。RE2 まではできたんだよね。だから規制が激しくなったんですよ。
で、今も予約してた人たちは、そうですね、払い戻しが有効になってるんで、払い戻し申請をしてくださいってね、販売元から言われて、今、払い戻し祭りが、日本購入者のところでは発生してる感じです。で、このリージョンロックなんですけどね、現状だと、PC 版、Steam 版でしかね、発生してない感じになってるんですね。表だって見えるところで言うと。なので、もしかしたら海外のね、プレイステーションネットワークで購入とかね、そういったコンシューマー版で、海外の方にアクセスして購入すれば、海外版で遊べる可能性があります。まあ、先ほど言ったのはもう、PC 版だけの話なんでね。それか、海外のね、まあ先ほども言いましたけど、海外のパッケージ版を、Amazon とか、そういった通販サイトで購入してね、送ってもらって遊ぶか、ですかね。ただね、パッケージ版ね、いつ来るかわかんないんだよね。今ちょっといろいろあって、運送業とかがね、遅延とかが見られるんで、もしかしたら結構待たされる可能性がありますね、パッケージ版は。ね、PS ストア版、リージョンロックかかってなければいいんだけどね。ちなみに、自分の今、このゲーム画面なんです。ゲーム画面ですが、このゲームなんですけど、海外版になります。一応ね、プレイステーションネットワーク、海外でアクセスして、体験版に関してはね、ダウンロードできて、こんな感じでプレイできます。これが、製品版までね、しっかり適用されてればいいんですけどね。で、序盤で説明したね、動画見てない人のためにちょっとここから実際にプレイしていくんですけど、海外版でどうなってるかっていうと、まあ腕打ちますよ。腕打つ。お、ちょっと動くなよ、こら。動くなよ。ほら、腕打つと、こんな感じでね、ちょん切れるんですね。で、今作から仕様が変わってですね、前作がグロすぎたせいなのか、ちょん切れた先がね、なくなるっていう仕様になってるみたいです。これが体験版独自の仕様なのか、製品版の仕様なのか、ちょっと、把握できてないんですけど、まあ、現状だとこんな感じでね、先っちょがなくなる仕様になってます。それで次は足を打つと、どうかな？まだかな？嘘？膝死んだ、膝死ん。膝死ん。足が折れない、あいつ。あ、折れましたね。こんな感じで足もね、ちょん切れるんですね。そして、足の先っちょはなくなるんですけど。そう、これが、国内版だとマイルドになってる。その、先ほど言ったノーマル版だと、ここがね、黒くなってるんですよ。足がちょん切れないで、その、ちょん切れるはずだった足がね、真っ黒くなって、その、身体的な機能を果たさないっていう表現になってるんですね。でも、海外版だとこんな感じです。Z 版だと手足のちょん切れに関しては適用されてるんじゃないかと思われます。ただね、頭パーンがないんじゃないかなって思ってる、 Z 版は。海外版だとね、うまくいけばいいんだけどね。ああ、そう簡単にいかないね。あ、行っちゃった。お願い、頭パーンなった、頭パーンなった、よかった、ありがとう、ありがとうね。海外版だとこんな感じで頭パーンになるんですよ。こんな感じね。で、個人的な予想としては、これが Z 版にはないんじゃないかなと思われます。このね、手足のちょん切れはあるとしても。ここはね、規制されて、真っ黒くなる。ヘッドショット入ってんだけど、ヘッドパーンされないで、真っ黒になるんじゃないかなと思われます。はい。これがね、海外版の全開の状態ですね。で、この表現がいいからっつって、じゃあ海外版買おうかなって思ってた方々がいたんですけど、PC 版に関してはそれができなくなった。っていうのが、今日のね、お話なんですよ。はい。まあ、こんな感じでね、改めてね、国内版と、海外版はこんな違いあるんだよって、説明をね、おさらいさせていただきました。そうだね。とりあえず自分は、今作は、Z 版で始めましょうかね。はい。ということで、本日はですね、PC 版の海外版、通常だと今までダウンロードして遊べてたんですけど、それがリージョンロックがね、かかってしまったという、お話と、
まあどれだけ違いがあるかっていうおさらいを話させていただきましたが、ここまでとさせていただきます。最後まで、ね、見てくれてありがとうございました。あとね、バイオハザード動画結構伸びてるんで、皆様に感謝です。本当ありがとうございます。ちょっと欲を言わせていただくと、他のねデッドバイとかいろんな動画上げてるんで、そちらを見ていただけるとすごく嬉しいです。そこまでね、つまんない動画じゃないと自分は思ってるんで、楽しめる動画になってると思うんでね、よければ見てやってください。よろしくお願いします。あとね、チャンネル登録と高評価とね、コメントしていただけるとね、動画制作の意欲が湧いてくるんで、そちらもお手伝いしていただければと思います。よろしくお願いします。それでは、鹿児島から島津がお送りさせていただきました。あ、そうだ。皆さん、本日ね、もう3月の27日になったんですけど、バイオハザードレジスタンスのね、オープンベータが来ますね。楽しみにしておきましょう。それでは、失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。